イタリア、イーモラにある玉石の石畳。フィンランド、ポルボーの石畳舗装。フィラデルフィアにある素晴らしい石畳のクイーンスストリートの街並み。1823年に濡れて滑りやすいロンドンの石畳のかぶりおれ。イゾラベンラにあるイタリアの玉石で覆われた通り。このような石畳は、馬がしっかりとつかむように設計されている玉石は、建築土木に用いられる。 一定の大きさの石。土木工学では10から50センチメートル程度の流形の粒手を言い、これよりも大きいものは天石という。イギリスでは平坦な舗装表面にするためにヘリが狭い扁平な石を道路上の尖った箇所に置いていくのが古代から一般的だった。これは盛り上がった表面として知られ、英国内で一般的だった。このピッチ表面は、 大きさが一定な加工岩式石の使用より千年以上も前に遡るものである。こうしたピッチ舗装は丸石から形成された舗装とは全く異なるが、どちらの形式も一般的に石畳表面と呼ばれる。今に残る本当に古い石畳の地域は実際には盛り上がったピッチ表面である。石畳の地域はスコットランド語でコーシー、活性、または キャシーと呼ばれている。敷石の石畳が、英語圏ではしばしば、丸石を意味する、コブルズと呼ばれるが、敷石は、規則的な形に石切りされて成形されるという特徴があり、一方で、玉石は一般に天然に存在する形態のもので、ある。玉石の石畳は、一般的に砂や、類似の材料で据えられるか、モルタルで固着される。 石畳舗装をすると、道路を一年中頻繁に使用できるようになる。それは、未舗装の道路でよく見られる足立ちができるのを、防いでくれる。雨天時に、泥まみれとならず、寒気は、ほこりっぽくならないという利点もある。また、低鉄をはめた馬は、ターマックやアスファルトよりも、石の玉石や盛り上がった敷石の上の方が、より強い牽引力を得ることが可能である。 石畳舗装の上を往来するにあたり、馬車の車輪、馬のひずめ、そして現代の自動車でさえも大きな騒音を出すという事実は不利益と考えられ、たりもするが、それらの接近を歩行者に警告するという利点がある。イギリスでは病人や既得中の人がいる家の外の石畳には騒音を弱めるために藁をばらまく習慣があった。砂の中に敷かれた石畳は、 透水性舗装であり、地面の動きでひび割れるのではなく動くという、環境上の利点を備えている。石畳は、19世紀に大部分が、石切りの花崗岩に置き換えられていった。敷石は、規則的なパターンで置かれた比較的同じ大きさで、おおむね脳型体の石である。敷石は荷車にとって玉石よりもスムーズなので、中庭のように使用頻度の高い区画では、 車軸分の長さがある花崗岩の石板を使用して敷石を交換するのが通例だった。玉石の石畳道や敷石街道は次第にマカダム道路へ、そして後にターマックへ、そして最終的には20世紀初頭にアスファルトコンクリートへと移り変わった。しかしながら現代の車両交通量の多い街路であっても、石畳はしばしば歴史的地区に保存されている。 ヨーロッパにある多くの古い村や都市には、今でも石畳あるいはピッチ舗装がある。ひび割れたアスファルトの下に目に見える敷石。ニューベッドフォードここ数十年の間、石畳はヨーロッパで新たに歩行者専用道路を舗装する人気の素材となっている。この場合、歩行者が接近車両の音を聞くことができるので、表面の創造しい性質は利点となる。 石畳の視覚的な手がかりはまた、この地域が単なる普通の道以上のものであることを明らかにしている。玉石や敷石の使用はまた、通常のアスファルト道路環境と比較して、独特で芸術的と説明されてきた、より高級な道路解決策であると考えられている。フィラデルフィア、ボストン、ピッツバーグ他アメリカの古い都市では、 古い街道の多くが玉石や敷石で敷き詰め舗装されている。ただし、そうした街道の多くはさらにその上をアスファルトで舗装してあるが、交通量が多いためにひび割れたり侵食されて、元の石畳が露出してしまうことがある。カナダのサスカトゥーンなどいくつかの場所では、1990年代になっても交通量の多い一部の交差点で、 塗装の一部が崩れて、石畳が見られた。トロントでは、敷石を使った街路が、路面電車のルートで使用され、1980年代には消滅したものの、ディスティラリー歴史地区では、今でも見られる。アルゼンチンのブエノスアイレス、メキシコのサカテカス及びグアナファと、プエルトリコのサンフアン旧市街、ウルグアイのモンテビデオなど中南米の多くの都市は、今でも整備されて、 状態良好な石畳の通りが多いことで有名である。加工岩の石を手作業で配置するため、依然として伝統的な方法で維持され修復されている。チェコ共和国では着色された大理石と石灰岩古い石畳の道があり、三色のデザインはボヘミアでは長い伝統がある。古い道のサイコロ城式石は手作りである。自転車ロードレースでは 選手のための難易度追加として、石畳のコースが使用される。落ち車したりパンクすることなく、石畳を効率的に自転車で乗りこなすには一定の技量が求められる。ロンドファン・フラーアンデレンとパリ・ルーベは、著名な石畳の自転車レースである。アレクサンダー・クラシック・スクールの3階建ての石畳の建物。アレクサンダー・ニューヨーク州のフィンガー・レイクス地域では、 氷河の交代が建物に利用可能な多数の小さな玉石をもたらした。この地域の南北戦争以前の建築様式では壁に玉石の石畳が多用されていた。今日では残存する石畳の建物が歴史的な場所として珍重されており、これらはオンタリオの南に集中している。石畳は家だけでなく、名やステージコーチの居酒屋、燻製小屋、 店舗、教会、学校、工場、墓地のマーカーを作るのにも使われた。アメリカで唯一の公共の石畳の建物はニューヨーク州アレキサンダーにあるアレキサンダークラシックスクールである。ありがとうございます。